最近ですね、はい、あの友達が瞑想っていうのを始めたんですね。瞑想、はい、あのね、最近は瞑想もオンラインで指導してくれるんですって。でね、瞑想っていうのを辞書で調べてみたんですけれども、うん、目を閉じて深く静かに思いを巡らすことっていうふうに書いてありました。はい、あ、それ私もちょっとしてるかもって思ったんですね、うんうん、あのお祈りっていうのは瞑想に近いなと思うんです、うんうん、目を閉じて深く静かに思いを巡らしてそれを神様に話すじゃないですか、はい、ね、でね、その友達のやってる瞑想っていうのは目をつぶって自分の呼吸に意識を集中するんですって、うんうん、でね、その話を聞いた時に思い出したことがあります。バイブルには神様が一番最初の人アダムを作った時にまずこう大地の塵で人の形を作ってその花に命の息を吹き込んだ、それで人は生きるものになったっていうふうに書いてあるんですね。ありますね、はい、あの神様が命の息を吹き込んだ時から人間は呼吸して生きるようになったんです、うんうん、だからね、自分の呼吸に集中するっていうのは多分あの自分の命に意識を向けるっていうか自分の命に集中するっていうことなのかもしれないなって思いました。普段呼吸していることとかね、あの心臓が動いていることとか、はい、自分が生きてるっていうことっていうのは意識しないでも生きてられるじゃないですか。そうですね、これ意識しないと呼吸が止まっちゃうとか心臓が止まっちゃうって言ったら本当、うん、怖いですよ ね。眠ることもできなくなっちゃいますよね。意識しなくてもいいものなんでしょうね。そうなんですよね、うん、そういう風に体ってできてるんですよ、はい、神様そういう風に作ってくれたんです、はい、だからね、あの意識しなくていいってことはすっごく感謝なことだと思うんです、はい、でもね、心が苦しくなったり今のコロナみたいにストレスがかかる時には心を沈めて自分の命に向き合うっていうことも大事なのかなっていうふうに思いました、はい、さっきも言いましたようにバイブルには瞑想に似てるお祈りっていうのがあって、うん、それについて書いてあるところがあるんですよね。で、祈りっていうのはあの人間に命の息を吹き込んでくださった神に注目して心を神様に集中させるっていうことですよね、うんうん、で自分の心の中にいるあるいろんなものを神様に打ち明けるっていうそういうことなんです。で、人間の命には限界があります。でも命を吹き込んでくれる神様にはどんなことでもできるんですよね、はい、その神が祈りを聞いて答えてくれるっていうふうにバイブルに書いてあります、うんうん、苦しい時とかストレスを感じる時は目を閉じて心を静めて命を与えてくださった神様に心を向けてみてはいかがでしょうか。そうすると全ての理解を超えた神の平安があなたの心と思いを守ってくれますっていうふうにバイブルに書いてあるんですよ。そうですね、なかなかコロナが収まらなくって大変ですけれども皆様の心の中に神の平安があるように祈ります。